ペンタデカスロンの変化の様子、ペンタデカスロンはライフゲームに出てくる振動子の一つである。この振動子の周期は15なので、15種競技を意味するこの名前がついた。この舞台が自然に生まれる可能性はブロックの1万分の1以下で中量級宇宙船、長い蛇、ヘキサで締まる、時計などと同程度である。ペンタデカスロンを作るにはいくつかの方法がある。 一つは、十個のピクセルを一列に並べた形である。他の方法は、t テ,テトロミノのを、信号灯を作れないくらい近づけた時にできる。ちなみに、もう一ピクセル間隔を広げると、パルサーができる。ペンタデカスロンに、あるタイミングでグライダーを衝突させると、少し軸がずれて、元の方向に反射される。下の図の左側で、衝突寸前になっている。下の図のように、 もう一つのペンタデカスロンを置くと、そちらでも反射して、周期60の振動子になる。ペンタデカスロンの周期は、上で挙げたように15である。また、グライダーの周期は4である。そのため、その最小項倍数である60世代の倍数で、移動する距離をペンタデカスロンの間隔とすることができ、往復分で120世代となることから、60プラス 120N である180。 300などの周期で振動させることもできる。ライフゲームにおいて、いくらでも周期が長い振動子を作ることができるという例になっている。これを高速なコンピュータで見ると、まるで卓球のように見える。ありがとうございます。